9日放送のフジテレビ系クイズ番組ネプリーグ月曜5、7時で氷川きよし42率いるながらグループ演歌祭り地心志尊厚25率いる渡辺エンターテインメントチームが対戦する。ながらグループ演歌祭りチームはきよしのずんどこ節をはじめヒット曲を多数持ち、ミュージカルの本番前くらい緊張しますとガチガチ状態。失敗できない最終ステージで平常心を取り戻し全問正解なるか。対するながらグループ演歌祭りチームの山川、緊張のあまり放心状態。山川はリラックスするために声出しで新曲をアカペラで披露。その勢いのまま勝利をつかむことはできる。 NHK 紅白歌合戦20年連続出場を誇る氷川のほか、持ち歌のタイトルに地名を取り入れた曲が多く、ご当地ソングの女王の異名を持つ水森かおり46、大御所演歌歌手山川豊61、また大阪府出身の現役大学生で第60回日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞。2014年、列車戦隊特急ジャーテレビ朝日系で主演を務め、現在も数多くの作品に出演し活躍を見せている人気若手俳優の心。 NHK 大河ドラマ天地人など数々の話題作に出演し、俳優として活躍するだけでなくシンガーソングライターとしても活躍している。城田優34らが出題される問題の2つの空欄を2人1組で回答するファーストステージネプゴーラウンドでは、氷川が自身の出身地の名産品に関する問題でまさかのミスという波乱。セカンドステージパーセントバルーンでは、心志尊と城田和が流行したものや今の季節に関する問題に挑む。サードステージは5個以上15個以上回答がある常識問題を制限時間内に答えるゲーム、ファイブボンバー、ハイパーボンバー、メガボンバー。城田は勝敗が決まる最終ステージで。